ライトグライダー1902グライダーライトグライダーとは、有人動力飛行を目指したライト兄弟が、世界初の飛行機である、ライトフライヤー号に先行して製作した3機の、グライダーである。兄弟は、動力機開発の前にまずグライダーでの、操縦系統と操縦方法の開発を意図していた。予備試験機としてタコも1機作られている。兄弟は、ライトグライダーシリーズの開発中に、 既存の航空力学の知見では不十分であることを悟り風を実験を開始している。なお、ライトフライヤー号が初飛行した後の1911年にすでに動力機として完成していた機体からエンジンを撤去してグライダー化したものについても本校で記述する。このタコは翼長が1.5メートルしかなかった。パイロットを乗せるには小さすぎたが、 飛行制御に関する問題を解決する上で不可欠なタワミツバサのテストには十分であった。このテストの結果はグライダーの開発に役立つことになった。最初の機体1900グライダーはオットーリリエンタールの表に記述されたデータを元にしたものであった。ライト兄弟は気象観測データをもとに自転車ショップを営んでいた居住地デートンからノースカロライナ州キティホークへ。 旅行した。最初に、ウィルバーが9月12日に到着。飛行場所に選定したキティホーク近郊のキルーデビルヒルズの先打ちでの1900年10月5日から18日にかけてのテストでは、期間の大半をグライダーとしてではなくたことして、テストを行うことになった。地上からロープで飛行制御を行った際、タワミツバサによる機体の反応は良かったものの、 事前に計算していた揚力は得られなかったのである。そのため、人を乗せて自由に滑空させることができたのは1日だけ、わずか十数回に過ぎず、彼らは最後の飛行が終わると着陸地点にそのまま機体を放棄してしまった。兄弟は10月23日に当治を去った。放棄された機体の布地は協力者であった、キティホークの郵便局長ビル、テイトの娘の福次となった。 残りは1901年7月に強風で吹き飛ばされ、二度と見ることはできなかった。弟のオービルと1901グライダー。写真上部が機種である。1901グライダーは二番目の試験機である。1900グライダーに類似していたが、翼は大きくなっていた。1901年7月27日に初飛行を行い、同年8月17日にその役目を得ている。 この短い期間にタコとしてのテストに加えて50から100回にも及ぶ有人飛行が行われた。しかしこの機体にはパイロットの重さでリブが曲がり、翼型が変化してしまうという問題があった。兄弟は問題の修正を行ったが、それでもまだ揚力は不足しており、タワミツバサはグライダーを意図した方向とは逆の方向に向けてしまうことが何度もあった。 テスト終了後は、キルゲビルヒルズに自作した格納庫にグライダーを保管したが、後日建物が暴風によって深刻な被害を受けてしまった。主翼の支柱部分は1902グライダーに再利用できたものの、残りの部分は廃棄するしかなかった。1902グライダーは3番目の試験機である。ライト兄弟のグライダーでは初めて。 用コントロールを採用した機体で、この設計はそのままライトフライヤー号に引き継がれることになった。彼らは1901年の年末から1902年の年始にかけてデートンの自宅で1902グライダーの設計を行った。この設計は自作のフュードを用いた詳細なテストデータを元にしたものである。多くの部品は自宅で製作され、1902年9月に キルデビルヒルズで組み立てが完了した。1902年9月19日にテストが始まり、それから5週間の間に700回から1000回の有人飛行テストが行われた。テスト中の最長飛行距離は189.7メートル、飛行時間は26秒であった。1903年、ライトフライヤー号のテストのためにキルデビルヒルズへやってきた兄弟は、 操縦技術を磨くため1902グライダーを格納庫から出して飛行させた。ライトフライヤー号による歴史的な初の動力飛行は1903年12月17日であった。1902グライダーは彼らがクリスマスで家に帰る際に再び格納庫に収納された。その後兄弟は飛行をデートンのハフマンプレーリーで行っていた。 次に兄弟がキルデビルヒルズを訪れたのは1908年改良されたライトフライヤー3号のテストの時であったが格納庫はすでに崩壊しており中にあったグライダーも破壊されていた1902グライダーはいくつかレプリカが作られており1934年にはオービルライトの協力を得てアメリカ陸軍航空隊が2機製造しているこのうち1機は ライト兄弟メモリアルのビジターセンターに保存され、もう一機は事故により失われている。1980年、熱心なファンの手で1902グライバーの飛行可能なレプリカが作られ、多くの映画やテレビドキュメンタリーに出演。1986年にはオムニマックスにも登場した。また、ニューヨーク州エルミラのナショナルソアリング博物館にも1九百二と九百十一 グライダーのレプリカが展示されている。概要性能1911年、オービルは友人のアレク・オグリビーを伴って新たなグライダーと共にキルデビルヒルズへやってきた。このグライダーには、昇降だというよりもむしろ現代からの視点でいう、ところの従来型の水平尾翼が装備されていた。パイロットも旧型のグライダーのようにうつ伏せで課題に横たわるのではなく、座席に座って、 手で操作するスタイルとなっていた。1911年10月24日、オービルは合成風力時速6 5トルでキルデビルヒルサ球上空を9分45秒に渡って、滑翔。1903年1月2900に、グライダーで達成した1分12秒の記録を破ることに成功し、グライダーの対空時間世界記録を樹立した。ありがとうございます。